で、その、結局、地下世界があって、住んどって、白人が住んどって、その出入り口がチベットにあるのに、実は。下の女の白人、白人地下にめっちゃ不要さんおんで、気をつけろだから、白人を殺した地下から出てきたのチベットからずっとあって。まあ、白人よりでも、その中国人みたいに、目が退化してるけどね、実は。ていうか、まあ、結局、これは、眩しいからだったけど、まあ、目もアルビノな気がするね。目それは青い目。いやねんけどね。視力は退化してるよ、もちろんね。で、中国人は視力退化してる。で、まあ、白人も視力退化してる。うちら、エルメさん、視力退化してへんけど、黒人の方がもっと優れてるね、みんな。まあ、うちらと黒人の血筋近いけどね。で、結局その、下の世界から、こういう、ぱっちり目やったけど、視力退化した人を引きずり出して、胃の世界に入れ出した。その根結、中国人。中国人か、韓国人。中国は韓国人。で、それがウイグル帝国を作って、美しい光でチベットから連れてきて。で、その仕返しが、ミノタウラス神話だけど、実は。だけどなんでじゃあギリシャ人がそんなのやったんかって、あれ儀式やった。つまり、地上人を地下世界の生き物に仕返しのためにするっていう儀式をあの時代に行って、ひな形を。ということは、中国人というか、韓国人がね、そういう生き物にされる時代がこの後来るねん。あんだけ有名な神話師な、地下世界のミノタウロスが、その神なんだかったら、牛の戦士由来の腫れ物を盗んでた、宇宙人違う。全宇宙人の違いだ。初期地球人だよって。その上に、こんな牛の大陸なんかできたから、なんとか牛をつけられて、牛を倒す生き物をて、まあ、狼。てか、日本のね、狼少年の、あれを投入した、しちゃった。実はそれが真相や。それをなんとか上手に言い訳しようとして、化粧品に、他の生き物の精神を飲んだ話。だから、お塩とかでも気ぃつけよ。何の精神入ってるか分からへんで。見えちゃう。有名な塩とかでもね。がんに帰ってなるかもしれんけど。人間に近い、人間の精神や、競争の精神とか、人間に近いものの精神が入ってたら、逆に遺伝子エラーが起きるけど、ただ塩を使ってるから発酵。発酵してるから、まあ、海に海水浴、海水浴行ったら、男子の精神が海水浴場の海の中に溶けてるっていう。それと似たようなことですけど、濃度がでもちゃうよ、濃度が。なんかやばい塩、気をつけや、なんか氷山の塩。まあ、今日その精子、摂取して嬉しいか。な、自分の精子を、男性なら自分の精子を、今日その精子に変えたいわけだ。そんなもんだ、そんなもの。本当だよ。ね。で、まあ精子っていうのはね、でもね、牛乳、他の生き物の母乳を飲むよりかは、まだ飲むならマシやけど、ただ虫歯やったら逆にガン。歯がね、健康やったら、まだ人間の精子の方がマシよ。母乳を他の生き物から取るより、実は。で、草食動物の血液型 B やる。だから、草食動物の母乳を取りすぎた人たちは、血液型 B になっちゃってん、いつの間にか。長年かけて。な。それで、結局、草食動物、羊、世界観、血液型 B の人たちは。だから、遊牧民族って言われながら、血液型 B の人たちは、めっちゃ羊の世界観。遊牧されやすいねん、実は逆に返って。だから、農耕民族の人が本気で遊牧民を放牧しようと思ったら可能やねん、実は。それせえへんだけ。植物相手から、なんで動物相手にって。農耕民族思っちゃう。うちらは別に、放牧なんかせえへんかったもん、せえへんと。狩猟民族。放牧なんかけしからんって言って、確かに。そんなにおるやつやんか。放牧したら絶対殺せるやろ、絶対倒せるやんか、放牧なんかしてたらって。何やその卑怯な生き方はって、うちらの先祖たちは怒ったわけやから。他の生き物を肉食いたかったら狩りやろ、狩りやろって。狩りでも死ぬかもしれん、その勝負やろって。捕鯨もそうやけど、クジラが暴れたら、漁師死ぬやんか。神聖な。神との戦いやんか。なんでそれを避ける？
なんで方言が悪いの、逆やろ、卑怯なのは遊牧民の、人間のクズ、悪魔は遊牧民の、おい方言の人たち命がけてクジラと戦ってる、イギリスにもそういう文学あるくせにの白言言うな、分かって怖い、ジョーズが怖いとかダイオウイカが怖いとか、だから大航海時代か、おかしいやろ、大航海時代なんかしたから神が怒ってんのじゃん、白言とかダイオウイカになって、それまた悪魔って呼ぶイギリス人こそ悪魔だな、だろ、まあギリシャ人の類型がいつまでもイギリス人の形で残っている、まあ、ドイツはそういうイギリスのことを非常に批判しとってんね。じゃあドイツ煙たさんであまり、イギリスは一生懸命ドイツを追わなきゃったし、ドイツが、ドイツの説教嫌から外国に進出したのか。で、他の民族に見えた。それドイツ人のせいですって言った。イギリス人。な、イギリス人の根性分かってきたよ。そういうゲーム世界観がやったから、ゲーマーやの。イギリス人、そういうゴモラやねん、イギリス人。そういう。ソドマはユダヤ人、ゴモラはイギリス人やねん。だから、イギリス人とユダヤ人がこの後の時代、非常に軽蔑されて、迫害も差別もされてないよ。だってうちらエルメスそんなことせえへん。そんな卑怯なことせえへん。ただ軽蔑はしたの、心の底から。そういう時代が来るの。悪いけど。山手民族もユダヤ人やから、心の底から軽蔑されてしまうかな。しゃあないやん。ムー大陸でなんとか構成させようとしたけど、逆に、突き上がってアトランティス文明を乗っ取って、アトランティス文明は黒人たちの文明だけど、しょうことなしに、他の精神また投入をお願いするわけにいかないと。上空世界、上空か頂点世界、天上天上天、ゼット天、なんかさ、ガスケスか、世界な。ね、だからもうプラズマ照射してんじゃん。つけ上がった白人を何とかするために、ムー大陸を仕方なく、白人の巣窟や。白人たちが自分ら白いくせに、白が素晴らしいっていう、その謎のウイーグルたち。ウイーグルって白人のことやん。ホワイトのこと、ね、ウイーグルって。